と、じゃあここでね、検査の綿棒でお花さんありますよ。じゃあその位置にいてください。診察開始直後から続々と行われているのはインフルエンザの検査です。県によると、定点観測で届け出があった1週間あたりのインフルエンザ感染者数は、今月すでに注意報レベルの10人以上に達していて、静岡県では4年ぶりとなるインフルエンザ注意報が出ています。また10月初旬で注意報レベルに達するのは2006年の統計開始以降最も早い記録で、今年は季節外れの流行となっているのです。こちらのクリニックでは先週1週間でおよそ40人のインフルエンザ陽性を確認。現在は新型コロナ患者よりもインフルエンザの患者の方が多くなっていて、前の月と比較するとすでに2倍以上の患者数になっているといいます。急激に患者が増えている現状にクリニック側からもこんな声が。絶対にこんなに流行ったことは今まではなかったので、夏からずっと途切れなく、8月9月もずっと続けてあったってことは今までなかった異常事態。ここに来て急激に増えているのが予防接種の予約です。こちらのクリニックではインフルエンザの予防接種を例年よりも1ヶ月前倒しで行っているといいます。昨年何人かに比べるとやっぱり流行はもっと広がっていくのではないかと思われます。特別なことはいらないので、やはりコロナの時の対策と同じように手洗いとマスクと、今まで気をつけてきたことを冬に向かってまたちょっと気をつけていこうねっていうことで、過度に恐れる必要はないと思います。教育現場にも感染拡大の懸念が広がっています。静岡市立清水入江小学校、こちらでは3週間前に全校児童およそ650人のうち50人が体調不良で欠席する事態に。2週間前にはインフルエンザによって1つのクラスが今年度初めて学級閉鎖となりました。県内では先月4日から昨日までにインフルエンザによる教育機関での学級閉鎖が累計で456件発生していて、患者数は1万3000人を超えています。こちらの学校では学級閉鎖は解除となりましたが、一部のクラスではまだ体調不良の欠席者が多くいるといいます。やはり集団で活動することが学校は多いので、体調不良者やインフルエンザなどが、いた場合は早めにその情報を得て、感染が広がらないような、活動も対応をしていかなきゃいけないかなというふうには考えています。この先さらに感染拡大の勢いが増しそうな中で、県はワクチン接種や感染対策の徹底を呼びかけています。